模倣はある意味最大の成功の秘訣の一つなんです。あとタイミングと手法なんですよ。自分の会社持ってれば上場する前に増資をするんですよ。我々15億ぐらいあったんですね、まあ、当時の時代で15億ってなかなかすごいもんなんですよ。それをやって、まあ、南原さん成功の道を突っ走ってると思ってですね、まあ、こんな番組にも出ました。当時マネートラっていう番組があってですね、もし今日誰か何か面白いビジネス持ってきてくれればプレゼンすればですねお金出しますよと、まあ、6500人相手に一人一人やってるとちょっと大変だけど、もしあれだったら代表1名とかですね、まあ、そんな番組があったんです。で5人でその参加者に対してこのプレゼンが良ければその希望の金額を出しますよと、まあ、こんな番組に出てですね、まあ、冷徹な虎と呼ばれてたんですけど、実はあのピコ太郎ってやつ、あいつ俺金出したんですね。ここが一番盛り上がりましたね。失礼します。世界をびっくりさせたいっていうのは、ぜひ後で小坂さんに歌を歌ってほしいと思ってる。そのもし小坂さんが才能があるんだったらぜひとも投資してみたい。いや、すごくいいもの聞かせてもらった。本当にほんのちょっとよ。で、まあ、続きはもう少し話してみましょう。あの100万円をちょっとお付き合いさせていただきます。つまり先見の明はあるっていうことなんですね。でまあ、そんなことをしたりとかしてですね、まあ、頑張ってやったんですけど、まあ、僕にとってはさっきも言ったように冒頭言ったように人生っていうのはマイナスにはならないと。人生ゲームがですね振り出しに戻ったんですね。何が起きたかっていうと、ローバーっていう会社が、まあ、倒産したんです。で我々当時一番大きな事業部門だったんで、その倒産によってですね、まあ、売上がゼロになると。で最初ローバーのオフィスはこうだったんですけど、わずか倒産して数ヶ月後にはですねこんなになっちゃったと。銀行さんが、まあ、30億さっき借りてたやつを返してくれって言い出したんですね。でそれ僕らはですね当時純資産はプラス45億円ぐらいあったんですよ。ただまあ銀行の、まあ、純資産っていうのは帳簿上の純資産なんで、45億あったとしてもですね銀行に30億返すと本当空っぽになっちゃいますよと。で、まあ、ロータスの子会社を売却したりとかですね、アルファルームの子会社を売却したり、まあ、そういったものを全部使って銀行さんにきちんとお金を返して一人ぼっちになったよと。これが当時2005年の12月の6日で、まあ、こんな風にですね今までたくさんいた社員が一人もいなくなって、まあ、この後ちょっとお金がなくてですね、六本木ヒルズの公園で寝たりとかですね、そんな素敵な人生を、いいですよ星もよく見えて。これね成功した話ばっかり言ってると、まあ、なんだよと思われるんで、ちょっと失敗した話、あこれちょっとあの僕が昔やってたジム、こういうテレビで宣伝してるところあるじゃないですか。実を言うとライズアップさんはもともとうちのお客さんだったんですよ。でそれで、まあ、うちがこのコンセプトを作ってですね全国に結構展開してたんですけど、まあ、ちょっとそれは実を言うと名古屋に本社を置いて東京がフランチャイズみたいな、まあ、支店とかでやってたんですけど、結局どうなったかっていうと簡単に言うとパクられた。でそれで、まあ、パクられたって言っても僕らレストランとかでもですね美味しいメニュー考えたらみんなレシピはパクっちゃうんですよ。だから皆さんにも逆に言いたいのは、模倣はある意味最大の成功の秘訣の一つなんですよ。あとタイミングと手法なんですよ。人がやってることでも、例えば、まあ、ライズアップさんなんかやっぱうまいんですよ。僕らは、まあ、割に広告が下手で成果は出します、効果もバッチリです。でそうするとある程度の規模でのビジネスは成功します。とかライズアップさんすごいのは大量の広告宣伝代をかけて
ある意味博打を打って大成功させたんですね。でそうやるときは結構ビジネスって博打みたいなことも必要なんですよ。だって絶対に当たるとは分かんないです。当たるか当たらないかっていうのはやってみなきゃ分かんないときもあるんです。計画をどんだけしてもですね、やってみなきゃ分かんない。でも模倣したものを少し形を変えたり宣伝の方法を変えたりすることによって、まあ、今ライズアップさんはまあ300億円ぐらい売り上げあるよと。Xスリムっていうのはもともとうちの子会社の社長だけど、あそこもまあ何十店舗もあって、もう一歩女性専用のライズアップみたいなとこも元うちの業務委託先だけど今100店舗ぐらいあるんですね。まあ、ここは南原さんの失敗で、いいコンセプトは作ったけど、まあ、残念ながらそこで次の二の手にうまく力を入れられなかった。で二の手に力を入れられたのエクスレムとかライズアップさんとか、あとその女性専用なんとかさんとかいったところがですね、すごい成功してて、業界全体でいうと5、600億円ぐらいの売り上げがあるんですね。まあもともとライズアップさんの卒業生の人たちもどん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 今ジム作ってるんで、ただあれ少し説明するとそんなに難しいことじゃないです。最初に言ったメキシコ行けない人はいない。でも誰でも行けるメキシコから誰でも買える車を買って誰でも売れるビートルを売ったと。でもこれはねちょっとした博打だったんです。ビートルって本当に売れるんだろうかと。うちの社員はみんなそんな売れんでしょうって言いました。そんな今更旧型のビートル輸入して新車でもそんな売れんでしょうと。でもいいじゃんって最初サンプルで8台ぐらい輸入しても、まあ原価で言うと400万ぐらいなんですよ。で売れんかったらどうするんですかって言ったら、会社の営業者にすりゃいいじゃんって言ったら、僕たちこれですか明日からとか、バカお前らこれって言うんじゃなくてお前ら売るんだとかって言って、とっとと売ってこいとかって言ってましたけど、実を言うとライズアップのビジネスモデルって、まあ、簡単に言うとですね、こうやってビフォーアフターになってるんですけど、あ僕これ、いいね。じゃあこれずっと最後までこのスライドをしてこれね本当簡単なんです。まずポイントはトレーナーさんといろいろ打ち合わせしてて、そんなに追い込んだらお客辞めちゃいますよって言うんですよトレーナーが。でもそんなに追い込むことできるでしょって言ったら、できますって言うんですよ。だったらやりゃいいじゃんって言ったら、いやいやそんな次の日歩けんくなるしって言うんですよ。本当にねライズアップ行くと、まあ、この中にあんまり行った人いないかもしれない、若い人多いから、もう次の日とか歩けないです。階段とか手すりがないと絶対降りれないですよ。この間の人は何て言ったかっていうと、もうライズアップ行くと手が上がらんでしょって言ったら、で携帯が持ち上げれんかったって言うんですよ。でもこれは最初の1回だけなんですよ。人間って面白くて、最初の1回筋トレするときはものすごい効くんですよ。もう普通のちょっとした自慢してるお兄さんでも次の日バンビみたいになりますからね、生まれたての。なんかこんな感じで。でもそれってどんなトレーナーでもやれるんです。でやれるのって聞いたらやれますって言うんですよ。で次に食事の管理してほしいんだけど、毎日電話とかで聞いてくれるって言ったら、できませんって言うの。なんでできんのって言ったら、そんなこと鬱陶しいでしょうとか。いや鬱陶しいって別に電話で1分ぐらい話せばいいじゃんって、もしくはメールでもいいよって、いやそんなの、いやできるでしょって、それ やれって言わればできますと。ふーんって。じゃあ次に、まあ、2ヶ月分の金を先に取ってくれと。いや2ヶ月分の金を取るのは普通ですけど、2ヶ月分で45万ですか、そんなん絶対取れませんって言うんですよ。だって普通のジムって1万円ぐらいですよとか。でパーソナルトレーナーの平均的単価知ってますかって言われて、平均的に1時間もう3000円とかそんなもんですよって言われて、いやいや平均的とか関係ないからって。そしたら
平均は大事ですとか。みんなね、すごい固定概念に縛られちゃった。だから本当のプロのトレーナーさんたちに頼んだら全員ができないって言ったんです。でしょうがないから、じゃあ実業団でバレエやってたお兄さんとかに頼んで、ちょっとさ、トレーニングのやり方を教えるから、こうやってお客さんトレーニングしてよと。でまあそしたら1週間ぐらい研修したら、分かりました分かりました、じゃあもうちょっと実際お客さんで実験して2週間したらもう自信あるって言って、ありますあります、まあ、ちゃんと電話もします、あれもします、これもします、お金払ってくれると嬉しいですねとかってやったら、もう行列ができたんですよ。名古屋で最初もう半年待ちになったんですよ。でそれで、まあ、東京とかいろんなお店を出して、結局僕らの展開力が足りてなかったんで、まあ、その後我々のジムは、まあ、今名古屋に1店舗あるだけで、まあ、大したことはないんだけど、ただコンセプト自体は誰でもできるんですよ。でパッケージ化したのは僕なんです、あれを。だからパッケージにして、で、まあ、一つパッケージのコツとしては、お金を先に取るんです、絶対に。そうすると大金取られてるんで、バンビになっても歩いてくるんですよ。もうこんな足震えながら、今日もお願いしますって。だってみんな元取りたいじゃないですか。まあそこがコツぐらいで、あとはもう誰でもできることをパッケージにしてやってみたら、実際大成功して、で成果が出て、じゃあそれを今度エステみたいにビフォーアフター出そうって言ったら、やっぱりトレーナー反対するんですよ。ビフォーアフターなんか誰も出したがりませんよって言って、ところが実際ビフォーアフター出すとみんな出したがるんですよ。やっぱり自分の体がこういう風になるじゃないですか。僕はあの Facebook のトップに出してますけど、なんかあのぜひ皆さん、僕 Facebook こまめにやってるから、もし何だったら全員でメッセージください。結構普段は返信してるんですよ、メッセージ。僕はあの誰でもメッセージ来ますから、もう本当にもうものすごい数返信してます。ただ